たいなのは多分あるんじゃないかなとか、うん、私は歌って踊りたいだけとかさ、うん、私はみんなと話がしたいだけとか、うん、私は、畑で仕事がしたかっただけとか、物を作るのが楽しかっただけとか、うん、そうだよね、そうだよね、なんかそういうなんかものすごいシンプルなことだったりするのかなって思う。それが軸、骨組みみたいな、うん、振り返るね、うん、共通、自分がやってきたことが共通だったりする、うんうん、あ、共通ね、共通共通、そう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 、共通、振り返って棚卸しすると、となんかそういうことをずっとなんか勝手にやってたのはそういうことをやってたなみたいな、うん、なんかそういえば作ってたなとか、うん、作って食べることよりも作ってあげることが好きだったなとかね、うん、作って食べるのが好きな人もいるわけよ。そうですよね、食べることが好きだっていう人もいる。あ、食べる、うん、そうか、はい、あれ、これはもう大丈夫なのかな。ライブ配信見てます。あ、はい、おはようございます。そっか、そういうことなんだな、うん、あ、ちょっと花さんにあの自分を色に例えるとっていう振りを、自分のねテーマカラー何色ですかっていうのをちょっと振るので、一生美女堂、皆さんおはようございます。一生美女堂の時間です。女性の起業をゼロからサポートする女性起業パートナーズ代表、そして税理士の及川元乃とサブパーソナリティの松崎花子です、はい、一生美女堂は沖縄県内の女性で起業して自分らしいライフスタイルを送りたいという方のためのお役立ち番組になればという思いでスタートしました女性がありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法、そして直感を使った楽しい生き方を発信します。さて今日のテーマは、はい、カラーから見る自分らしさ、うん、カラーって色、うん、色ですね、うん、青とか白とか、うん、はい、はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。それではここで1曲お届けいたします。 Follow Me Colorful Rock E-Girls。喋った後にエコー、うん、エコーじゃない、今聞こえてました。途中からなんか一番最初そうだったよね、最初だけだったかな、うん、こっちにパソコンがついてた、ゆうたさんおはようございます。ゆうたさん、え、ゆうたうちの息子かな同じ名前ですか。ゆうたさんおはようございます。おはようございます。
ちら息子の名前です。息子かな。今日は学校休んで視聴してくれてます、うん、こんなあるんだね。そうそうそう、結構あれなんですよ、論理的なんですよね。色の体型というか、なんかオーラソーマとかああいうのとかだとやっぱり出ない組み合わせとかが出る、描いた人のなんかイメージがそのまま絵でドンって出たりする。当時これやった時5年前だったんですけど、すごいもうガッチガチのなんかきっちりした絵描いてて、私パステルカラーなのになんかきっちりした絵描いてて、相当ガチガチだったんですね。ガチガチだったんでしょうね。そういうのが現れる形とか、形式とか色だけじゃなくて、それがすごくその分析に役立っている。面白い。あんまり何も考えずに描いてもいいかもよ。あ、そう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 。それが何描こうとかじゃなくてね。そうそうそう。もう左脳が働いちゃうと、もう分かんなくなる、ね。ただの絵画になっちゃうから。丸描きたいから。なんかあったじゃん。なんかなんとなくイメージかとか。ああ、そうそう、あんな感じです。あれ雰囲気が好きだね。しかも指で描くっていうのが大事で。そうね。こう直接。感情なんかそんなのでもいいかも、前半それなんかね、手が汚れるのがちょっといつもなんだなって思うんですけど、多分私たちも楽しい、アート使った方がいい。私もアート、直感アートマップのが好き。 あれも相当直感だからさ、全て直感あれですね、ペあの貼ってありしていたり、あ、そうそう、切り取るところからちょっと、あれは材料を持ってないと CM 行きます。はい、材料全部出てきたのに持ってくる。あ、じゃあそれをやるって言って、その中で切り取って雑誌もらってきて、でその中から適当に切り取ってやつを集めて、今のことみんなで、みんなが勝手に切り取ったことを集めて、その中から勝手に引く。そうか、そう、それもちょっとやりたいですよね。もう完全なる直感、インスピレーション。面白いよ。そう、文字の切り抜きとかもあるからさ、絵だけじゃなくて。そんなの使ってもいいかもね。新しい企業の、新しい、新しい。ゆうたさん、おはようございます。ツイキャスありがとうございます。ですね、そう、今日の、テーマ、ちょっといつもより、ゆるい感じで、いつもはゆるいですけど増して増してゆるい感じで、カラーという、テーマでちょっと今日、フリートークしていきたいと思います。私はですね、ちょっと前に、パステルアートっていうのを、パステルアートね、はい、習って、まあ、インストラクターと、あとそれを使ったカラーセラピー分析っていう、資格を、持ってるんですけど、何でしょうね、こう使っていく色、自分が選ぶ色って、やっぱりその時の心理だったりとか、あると思うね、表すと、言われてますよね。よくやっぱりそういうカウンセリング、スピリチュアルなものでも、ボトルカラーとか選んだりとかで、自分の心理状態を知るっていうのも結構ね、よくあると思うんですけど、
うん、これって結構今の自分の状況がちょっと分かってない人とか、うんうんうん、ちょっと迷いがあるっていう人には、うん、すごくあの色で 見るという、うんうん、ことってすごく有効だなと思うんですけど、ちょっと花さんに質問です、うんうんうん、何でしょう、ずっと自分が、好んできていた色、うん、もう一色それだって決めるとしたら何色でしょうか。あのね、うん、あの自分で好きと思って着ると青になるの、うん、でもここ一番の時は多分ね、うんうん、ピンク色と紫が混じったような、うん、ちょっと薄ピンクっぽい色、あ、なんていうのかな、ピンクじゃなくて、うんうんうん、紫色でもなくて、うん、紫がかったピンク、ハスの花の色みたいな色、あ、わかるかな、イメージ的にイメージ、ちょっと薄いね、うんうんうん、薄い、紫でもなくピンクでもなくっていうところが結構大事なところはその色かな、うん、そういうの色を取り入れたりとか、うん、するイメージしたりとかする、あ、なるほどね、普段自分で好きなものを選べってなったらブルー系選んじゃう、うん、なるほど、そうかなと思う、うんうん、結構ヨーロッパ系の人って、うんうん、本当に青が好きらしいですね。おお、そうなんだ。7割8割は好きな色なんですかって聞かれると青とか、うん、あと男性のやっぱり、うん、あの多くはあの青色を選ぶ、うん、好きと答えるって言うんですけど、うんうんうん、青の意味、うん、まあ、多分あのいろんなその分析手法があると思うんですけど、うんうん、よく言われてるのはその冷静さとか、うん、あとは落ち着く色って言われてるよね。そういえばね、言われてますよね、精神的に落ち着く色みたいなの言われてるよね、うん、青色のほら、青色のライトを街灯にすると犯罪が減るとか言うよね、うん、ああ、なるほど、なんかそんなので採用してるところあったな、うん、そういえば、うん、心理的にもやっぱ海とかね、うんうん、見ててもなんとなく落ち着くのってやっぱそういうかな、うんうんうん、色合いのね意味もあり、うんうん、と思うんですけど、うん、あの色ってあのプラスとマイナスがあるんですね、うん、そうそう、冷静さとか落ち着きって、うん、まあ、どっちかというとプラスの意味かと思うんですけど、うん、マイナスの意味としてはやっぱりあのちょっと理性的になっている、うん、どっちかっていうとこう左脳が働いてカチカチになっちゃってるとか、理論的に考えてることが多いとか、うん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 、そういう状態だったりする、なんかちょっと冷酷な感じもするよね、うんうん、まあ、合理的にものを考えるとか、うん、そういう時にこうチロッと青を選んだりとかするらしいんです。で、私もやっぱ仕事してる時に、うん、あの確定申告の時期とかは、うん、なんか青いものをよく選んでいるってふと気づきます。あ、うんうんうん、ピンクとか全然浮かばないもん。青着るみたいな、それってマイナスが、まあ、マイナスというかね、そういう部分が冷静にって落ち着いてっていうことだよね。落ち着くのは大事だもんね。そうね。で、今花さんおっしゃったそのピンクと紫が混ざったマゼンダ色、うんうん、紫はどっちかというとその精神性に重きを置いているとか、うん、うん、自己統一をしたい時とか、うん、そういうちょっと、うん、なんていうのかな、自分の心に、うん、紫色ね、系統してる時に選びがち、うん、で、まあ、ここ一番の時にそういうのを選ぶってことはやっぱりそういう自分の何よりも精神的な部分を大事にして取り組みたいという意識があるのかなと、うん、なるほどね、うん、ね、本当に色一つ取ってもいろんなその解釈の仕方とか、ね、そう、人によってイメージ違うしね、うん、全然違うと思います、うんうん、で、ちょっとうちの子供に、うん、まあ、いつも聞いてるんですけど、うん、いつもというか好きな色何って聞くと大体もう毎回、うん、長女は黄色、うん、で、長男下の子は緑、うん、って答えるんですけ ど、まあ、黄色はあのどっちかというと無邪気だったりとか、うん、あの明るい、うん、未来的、うんうん、で意外と数字が得意みたいな黄色ってそういうなんかメッセージ性があるらしいんですけど、まさになんかそんな感じなんですよ。あ、うんうん、黄色ね、黄色なんかね子供っぽいって感じかな。うん、そうそう、で緑は平和だったり、うん、あの無難なことが好きとか、あ、調和が大事とか、
うん、でまさにあの下の子そんな感じなんですね。あ、やっぱり色に現れてる、ね、うん、現れてる。ふとね、やっぱ子供だからこそ純粋にそれがストレートにも出てる気が、うん、好きな色ね。そう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 、あるね、しますね。子供は意味は、うん、わからないけど、そうしてるんだよね。わからないけど、うんうん、もう本能で、本能で選んでる、選んでると、うん、だからあながちその色の分析っていうのも、うん、本当にあの結構ね、あのいろんなその心理学の分析とか、うん、難しいこともあるけれど、うんうん、最もあの分かりやすい簡単な分析手法というか。なるほどね。でも、ね、そうだね。でも、うん、本当に色は、うんうん、その時その時によってさ、うん、全然選ぶ色が違ったりするよね。しますよね、うん、今日の、ま、服とか、まあね、特にもうすぐにね、うんうん、あの分かりやすいよね。分かりやすいと思うんですけど、うん、やっぱりちょっとこう気が重い時とか、うん、なんかあんまり人と会いたくない時って黒とか、うん、自分を隠すような感じの色、黒ね、うんうん、好んだり、まあ、お葬式とかも ね、まあ、そういうとこだ ね、うん、ですけど、やっぱり夏になってこう開放的になったりとかすると、うんうんうん、カラフルなものを着たいとか、うん、明るい明るいだね、うんうん、こうビビッドなカラーを着たりとか、うん、まあ、そういうのを選んでいるっていうのも、うん、もう直接心とそのなんでしょう、つながってるよね、うん、色がつながってるっていうことなのかなって。そうだよね、そういうのニーズに合わせて洋服なんかも出してるだろうしね、うん、そうですよね、きっとこのあたりがそろそろ、うん、春だから、うんうん、パステル調でとかね、ね、そうですよね、そういう戦略に乗りつつも、うん、そう、でもやっぱ自分のテーマカラーっていうのを知ってると、うん、何を選ぶでも、うんうんうん、なんかブレないというか、うん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 、自分はそう、ね、そうそうそう、これが好き、これが好き、まあ、うん、いつもそれをねやる必要はないと思うんですけど、うん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 、でその意味ってちょっと考えてみると、それがそのまま自分の、うん、あの軸、うん、好んで自分がそれをやっていることの、うん、あの軸が色っていう角度から見えてきたりとかするなと思うんですよ ね、いろんな言葉じゃなくてね、うん、そういう色とか音とかね、うん、そういうのでこう自分の表現、うんね、うん、できるのもいいよね、うんうんうん、そうそう、で今その女性企業の支援でやってるコンサルの中でも、うん、パステルアートを描いてもらって、うん、好きっていうテーマと、うん、得意っていうテーマを分けて描いてもらったりしてるんですね。面白いことやってるね、うん、そうそうそうで、そういつも思うのは、うん、やっぱり好きっていうことと得意っていうことは全然違う、うん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 、区分けして認識してもらうと、うん、よりその企業に生かしやすいですけど、うんうんうん、なんかやっぱり好きっていうことを思い浮かべた時と得意って思い浮かべた時って、うんうん、なんか結構色が真逆というかね、こう青と赤とか、あの極端に言うと白と黒とかっていうなるケース結構多くって、そっか、そう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 、なんかこれ好きと得意ってね一緒じゃんって思うんですけど、これ結構違うんですよ、意外と違ってるんだね。そうそうそう、うん、ちなみに私は、うん、好きなことを思い浮かべると、うん、水色なんですよね。ほう、うんうん、へえ、そう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 、水色で、うん、でなんか得意なことってなるとピンクなんですよ。あ、そうなんだ。そうそう、私逆なのか、いや逆じゃないか、逆じゃないけど、でもここ一番のピンクがそうだから、うん、ね、私それかな、好きはそっちの色だな。うん、あ、そっか、好きがピンク、うん、得意、うん、そうですね、得意が青かな、得意が青、あ、なるほどかなって感じ。うん、うん、今さっきね最初に質問があって、ここぞここ一番の時はピンクっぽい紫色みたいな、うんうん、それが好きの方かな、私はイメージ的にはね。なるほど、うん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 、そっかそっか。多分、まあ、得意なことって分かりやすく、うん、こう人からも評価されたりとか、うんうんうん、なんか結果に出やすい、自分の持ってる素材の中で得意なことっていうのは得意だからね、うんうん、字が上手とか、うんうん、数字、まあ、計算が早いとか、うん、そういう得意なこと、うんうん、それってもう結果にすぐね結びつくし、うん、あの人ってすごいこういう人だよねって、うん、
言われがちなところがまあ得意なことだとすると、うんうんうん、花さんはその青い部分でみんなからこう得意だと思われてる。だからあの銀行の仕事とか、うん、私まさにそうだと思うんですけど、ね、なんか青、冷静さ、うん、こう論理的っていうのが、まあ、銀行員のなんか、うん、なんかそれっぽいよね、象徴みたいなね、うんうん、そういうとこで見られている。今はねもう全然そういう雰囲気ないですけど、うんうんうん、そういうところがでもまあ実は得意ではあったのかなという感じではあり、うん、だけど、うん、それだけだとねなんか腑に落ちないモヤモヤってありますよね、うん、できただけでそう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 、もうできてるけど別に嬉しくないし、うん、ないでもすごい失礼に、ね、嬉しくない、うん、全然嬉しくなかったそう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 、そうですよね、うんうん、なんか満たされない感じはある、うん、それってね例えばお仕事で生かして、うん、才能として稼いでても、うん、なんか、うん、あれっていう感じ、うん、楽しくない時もあったりう、ねうんうん、っていう部分だったりすると、ね、やっぱりそこに好きっていう自分のそのモチベーションが上がるそう、ね、要素をプラスしてあげるとやっぱりもう両方うまく、まあ、自分を上手に使いこなすためにはその両方が必要だっていうことなんでしょうね、うん、そうだね、まあ、実際、うん、銀行に行った時は、うんうん、銀行はだから得意なことでやってたから、うんうん、好きなこと別にめちゃくちゃやってた、うんうん、あもう極端に180度違うことを極端に分、うんうん何分けて、うんうん、得意なことをやるときと好きなことだけやるときと、うんうん、完全にこう分割し て, 分割して、うん、やってた。あなるほど、うん、じゃあそうそう日々の平日はだから銀行業務やんなきゃいけないから、うん、それもやるでしょ、うんうんうん、で土日になると好きに行ってた、うんうん、っていう感じで好きなこととやんなきゃいけないというか得意なことを完全に 分離してやってたわけですね、うん、そうそう、それでバランス取ってたかもね。あそっかそっか、バランスっていう意味ではもう、うん、常にできてなくても、うん、ある時にちゃんとできていれば、うん、それは精神的にはねバランスが取れている。それで、うんうん、かろうじてそれで取ってたって感じだな。取ってた、うん、そうですね、うん、もう本能ですね。そうそう、もう これやらないと壊れる。そうそう、これやらないと壊れるうん、このままこれだけやり続けると壊れるっていう本能だろうね。うん、そうですよね、うん、やってたやってた、もう好きなこととことんやってた。あだからすごく良かったのかもしれないですよね。だから長く やったかもね。なるほど。やってな、多分好きなことやってなかったら多分 2,3 年でやめてるな。うーんと思う。持たない。持たなかったかも、ね、持たなかった。10年持たなかったかもしれない。うーん。そっかそっか。やっぱりこれができていないと、やっぱりどこかでもうその本当に、うん、自分はねその得意だからやっているけど好きなことが全くできていない、うん、ってなるとやっぱりおかしくなっちゃう、うんうん、もう多分自分がね分かってるはず、うん、満たされてないっていうのが分かってるはずだから、うん、どこかで変える必要が気づく必要があるのかなと思いますよ ね、うん、で特にやっぱり起業したいっていう女性の方で、うん、その得意なことを生かして稼ぎたいというふうにちょっと思われてる方、うん、ほとんど最初に、うん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 、相談に来るんですけど、うんうん、それで、うん、ある程度まで、まあ、1年2年経って売り上げがもう、うん、上がってきても、うん、その時にあれなんか結果は出たけどなんだかなみたいな、これってそうそう私本当にやってて楽しいのかなみたいな壁にぶつかったりすることがあるんですよね。でそういう時にまたご相談にいらっしゃったりすると、うんうん、もしかして好きなことができてないんじゃないかっていう、やれることとか得意なことだけやってて、だけで走ってきてるけど好きなことが乗っかってない。あなるほどね、うんうん、じゃあそこに好きなことを乗っかる、うん、乗っけるとか一緒にやるとかにすれば、うんうんうん、もう仕事しながらも楽しくて楽しくてしょうがないっていう状態が作れ る、ねうん、これがやっぱり私たちがやってる起業家サポートの理想の形。起業するからにはやっぱりね、どっちかっていうとその男性、まあ、男性女性ってあんまり分けるのも、うんうん、なんなんですけど、男性はそこの得意な部分だけで稼ぎ続けるっていうことはある意味、苦じゃないと思うんですよね。
才能の部分を生かす、生かして、それがやっぱり世の中のために実際になってたりとかするので、うんうん、そういうように男性が作られたとすると、女性っていうのは、それだけではやっぱり満足しないの、うん、両方欲しいっていうこの女性欲張りだな、欲張りなんですよ女性は。もうそうそうそう、でもそれがやっぱり、あの周りの人たちを幸せにする、うん、あの新しい、なんていうんですか、価値を作ることにつながるので、うんうんうん、やっぱり人を幸せにしたいっていうだけじゃなくて、自分が満たされる必要がある、じゃないとまず、そもそも事業が続かないんですよ。続かないかもね、そうそう、起業はできるんだけど、売上が上がってもやっぱり、あ、こんな時間、そうだよ、続かないので、事業はもう継続が全てですから ね、楽しく楽しく楽しく幸せに応援してもらっ て、ね、そうだね、理想が ね大事なんですよね。無理だってね、諦めないで、求めて、そうそう、ね、もう全然わがままになって、とことん追求して、ただ落ち着くところに落ち着くような、その、企業のスタイルっていうのを作っていければ、ね、サポートしてね、いけたらいいかなというふうに、ね、思ってるんで ね、あっという間なんですけどちょっと簡単に告知だけ、7月の、14日だったっけゆるですね、そのあたりです。そのあたりに、またこのカラーを取り入れた企業のサポートの、交流会を、ね、はい、やりたいなっていうふうにしています。新しい形でね、場所とか、そうですね、楽しみながらでも現実もしっかり見るっていう形で、交流会企画してますので、またこの情報もブログで発信していきたいと思っています。はい、はい、では、もうギリギリでバタバタだね、毎週バタバタでしたが、はい、今日のお相手は及川元乃と松崎花子でした。はい、また来週お会いしましょう。さよなら。8月、実家に帰省するんですよ。はい、これって、1ヶ月です。うんうん、あ、花さん、8月っていない、私も帰省します。1ヶ月お休みします？うん、できます。その分のあれはじゃあ、請求が。ちょっとね、お前的には。戻ってきてください。ああ、もちろん。